と、日本バイオデータの保坂です。本日はどうぞよろしくお願いします。えっと、タイトルがちょっとか、最初ヌクレ。あ、クロモソームオーブンの時になってたんですけど。ちょっと、タイトルを変更しまして、<noise> ヌビコラクロモソーム。のネットワーク表現による合成生物学の最定義。というタイトルでお話しさせていただきます。 えっとまずはじめに会社の紹介をさせてください。えっと、弊社はえと主に次世代シーケンサーのデータを用いたゲノミクスの受託解析を行っている会社で、所在地は川崎市の KSP に入居しています。で最近は大阪大学にえっと実験しに行ったりとか、あとはえと今はスリランカに西シゴイの村を作ったりしています。えっと、本日目次ですけど、えっと、ヌービーコラクロモソームという言葉のまあご、えっと、まあ、 何者っていう話からあとは弊社で行っているこの、えーとまあ、ゲノミクスの研究開発またその、えー、と研究開発に基づいた、えー、と社会実装の取り組みについてご説明させてください。 でまずこのヌビーコラクロモソームという何者かと申しますと、まあ、これ、ちょうど昨日考えたばかりの言葉なんですけど、えー、とこの細胞核内の染色体というのは、えーとまあ巨大、単に巨大分子として、まあ、核内にいるというわけではなくて、染色体に高度された情報誌の、まあ、遺伝子とかいろいろありますけどの、の機能が発動されることによって有機的なまあ構造体を形成していると。でこの有機構造体 のことを便宜的にヌビコラこれは雲の中の人という意味なんですけどまあその機能の正体とか全容とかもよく,よく分かっていないのでえと今回この雲の中の人ということでヌビコラクロモソームというふうにえ呼ぶことにします。でこの合成生物学なんですけど合成っていうのはいろんなスケールの合成が生物で起きていて例えば まあ起きる自然に起きていたりですとかあとは実験的に誘導することが可能ですでその、えー、と合成の付近性はいろんなパターンがあって、えー、と一番最初のものだと遺伝子を導入するとか、えーとまあ、形成がされるっていうのが一番ミニマムなスケールでそこから例えば染色体1本が追加されるとかあとは異種ゲノムの合成あるいはそのゲノム自体が、えー、と重複するというような 特にこの、えー、とハイブリダイゼーションとかデュプリケーションというのは、まあえー、と他の言い方ですると,、えー、と異質倍数化とか同、まあ、質,質倍数体化がと呼びます。でこれらの合成が起きた場合、えー、と先ほど申したそのヌビコラクロモソームというのは、えー、と一旦不安定化が発生してその後また再安定化する過程でその変性質が変化すると。 なのでこの本講演ではこの変化をネットワークとして表現できないかということを試みたので、まあ、それについてご説明させていただくのとあとはそれの理解から産業への利用可能性について議論したいと思いますでこの右2つのこの、えー、ハイブリダイゼーションとかデュプリケーションっていうのは、えー、と生,物生命っていうのはあ人類というのはこの歴史的にこの倍数化による恩恵をずっと受けてきましたで例えば植物では作物のほとんど 植物の作,物の作物のうち、まあ、大部分はこの異質倍数体とか増、まあ、質倍数体化であることが知られています。で、えー、とそれ以外にも、えーとまあ、最近はサクラマスこのマス3倍体を作ることによって、えーとまあ、体重を大きくすることができるというふうになっています。で、えー、とこの倍数性っていうのは、えー、微生物発酵ですとかあとバイオ医薬品でも、まあ、その価値が まあ認められつつあって例えばこれは CHO 細胞っていうそのバイオ医薬品のまあ抗体酸性によく使われる株があるんですけど、まあ、それでも倍数、まあ、染色体が増えたような倍数体化の系統の方が実は抗体酸性能が高いんだというふうに言われつつあります。ただそのまあ倍数体化の恩恵は受けてはいるんですがそれがどうしてそうなるのかとかどういうふうに活用すればいいのかっていうのはまだ全然見えていないというのが現状かなと認識しています。 でこの、えー、とゲノムシーケンスの技術っていうのはすごく発展していて、まあ、あのプラスナバイソンでもあったかと思いますけど、えー、とシーケンスコストは大幅に、まあ、低下していて、まあ、誰でもゲノムが解読できる時代になりつつあるとただ、えー、と誰でもできるんですが誰にでもできるわけではないっていうのがちょっとありまして、えー、とこのゲノムアセンブルの正確性とか完全性っていうのは結構、まあえー、といろんな細かい、まあ、ティップスがあって、えーと えーと例えばバイオものづくりにおいてもそのゲ,ノゲノム解読というのはすごく重要なんですけどで例えば、えー、とバイオものづくりにおいて産業生物のゲノム情報というのはまあその性質の理解もそうですしあと安全性管理にまあ使用することが可能であると。ただしこの えっと、残念ながら健康食品においても、えっと、健康被害が出てしまったように産業生物のゲノム情報が不十分であったりある,あるいはコンタミネーションしているゲノムでは、えっとまあ、議員制とか偽陽性の原因になって安全性管理に活用できなくなってしまうという課題が挙げられます。 でえっとまあ、ゲノム解読ができるようになったので、まあ、ゲノムを読むことは多いんですけどこのゲノムを読むこと自体っていうのは一、えっとまあ、人でも十分できるような作業になりつつあると。なんですがちょっとこれはアカデミーに対しての苦言ではあるんですがその、まあ、ゲノムを読むことが目的になってしまっている論文が多くて、えって、と、読んでそこからどうするのかっていうあんまり考えてないパターンが多いと。なので、えっと、今日我々はそのゲノムを読むことがゴールじゃなくてゲノムを読んでそれをどうえっと 活用するか産業に応用するかっていうのを、えー、と理解するべきフェーズにいるじゃないかというふうに考えて、えー、と研究開発を進めています。あえーと,はい、というわけで、えー、と合成によるこの,ヌビ,のヌビコラクロモソーム最高値原理の理解ということで、えー、と弊社で進めている研究事例をご紹介させていただきます。でまず最初は、えー、とこれ野生ジャガイモゲノムの話をいくつかさせていただきます。 えっとまあ、じゃがいもっていうのはご存の通のえっり、と、重要な作物の一つでして、えっとまあ、アンデスで栽培が起きたというふうに言われていますではその、えっと、じゃがいもの自体の共通祖先はどうなっているのかと申しますとそのじゃがいもとか、まあ、トマトもそうですけどそれの共通祖先っていうのは、えっと、メキシコ周辺で誕生したというふうに言われてます、ね、だい,たい、えっと、白亜紀後半ぐら,いの1億年前ぐらいですねでそこから、えっと、共通祖先生まれまして えとそのうち一部がだい,い4,000万年前ぐらいに、えー、と南アメリカに移動したと言われていますで,そこで栽培化が生じていますで、えー、と今日ではこのメキシコにの在来種と南アメリカのに自生,する種自生する種っていうのはゲノム構造がかなり変わっていて、えー、と生殖確率つまり交配できないという状態になっています。 でただ面白いことに、えっと、ソラナム・フェルコーサムという種に関しては300万年前ぐらいに、えっと、再びメキシコに戻ったということは言われていてでこの種の面白いところっていうのは、えっと、南米型のゲノムを持ちながらメキシコ種とも交配が可能であもちろん南米種とも交配可能であるとでさらに、えっと、メキシコに自生するいくつかの倍数体がいるんですけどどうもそれの母親側の祖先種じゃないかというふうに言われています。 ということで、えっと、メキシコに自生するイシス倍数性の、まあ、祖先種は何かっていう課題とあとはその倍数体がゲノムにどのような影響をもたらすのかっていうのを知るために、えっと、これまでゲノムの解析を行ってきましたで、えっと、先ほど申したソラナム・フェルコーサムについては2022年に、えっと、ゲノム配列を報告していてで今年も、えっと、これでフェルコーサムっていうのは先ほど申したとおり南米型のゲノムを持ちながらメキシコに自生するイシスの種であって。 これはメキシコ種南米種と両方とも交配が可能であると。で、その次に読んだのがえっとブルボカスナムで、これは典型的なメキシコの自生種です。で、これはえっ、ー、と使った理由としてはえっと育成材料として歴史的に用いられていたというのが挙げられます。で、えっと今回メインでお話しするのはソラナムストロニフェラムっていう種で、これはえっと異質4倍体です。で、フェルコーサムが母親側の祖先種として考えられています。 でえっと、これゲノムを読んだ結果なんですけど、えっと、それぞれ2倍体は12本の染色体を持っていてで4倍体に関しては24本,24本の染色体があります。で24本4があるんですけどそれぞれがどの親由来なのかを識別するために、えっと、祖先種として推定される、えっとえっと、種にアライメントした結果、えっと、12本はフェルコー酸ン 相動性が高くて残りの12本はブルボカスナムに相動性が高いということから、まあ、それによって異質倍数体のゲノムがそれぞれどちらの親なのかということを明らかにすることができました。大丈夫かなで次に、えー、と RNA シーケンスによって、えー、と遺伝子が何個の えと解析しましまたその結果、えーとまあ、A ゲノムこれはフェルコーサム側のゲノムですけどこれには2万個の遺伝子が乗っかっていて、えー、と B ゲノムには1万9,000の遺伝子が乗っかっていると。で、えー、とこの、えー、と次にホメオログっていうのを見つけてきましたこれはゲノム倍数化によって生じた異なる染色体に位置する、まあ、相当な遺伝子のことを指しまして例えば A ゲノム B ゲノムをそれぞれ並んでいるとこれ、えー、とグレーのラインで、えーとまあ、コネクトされているものはが、えー、ホメオログといいまして でそうじゃないものは、えー、とそれぞれのゲノムに、まあえー、と特異的な遺伝子が、まあ、見つかってくると。なんでホメオローグな遺伝子は1万6000個あってそれぞれのゲノム特異的なものは、えー、4,500とか3,000個乗っかっていました。で、えー、とこの遺伝子情報を用いて今回読んだストロニフェラムの系統的な位置関係を明らかにすることにしました。でこれ系統樹解析の結果なんですけど、えー、とこれか。 えっと、ストロニフェロムの A ゲノムというのはフェルコーサムのすぐ隣に位置していたことから確かに A ゲノムはフェルコーサムが親ということが分かりましたで B ゲノムに関しては、えっと、メキシコ州のクレードに位置していたことからメキシコ自生種とフェルコーサムの、えっと、雑種形成によ,るによってフェルコーサムというのは作られたということが分かりましたえ次は、えっと、遺伝子を見つけてきたので、えー、ですけどそのゲノムというのはちょっと話がそれますけどゲノムというのは いわゆる遺伝子というのはゲノムの数パーセントしか占めなくて残りはゲノムをジャンプする活性のある転因子というものによって占められています。ということで今回読んだゲノムに転因子がどんなふうに分布しているのかを調べてみました。それがこの結果で今回読んだ4つの種の転因子を見てやると転因子とあとその遺伝染色体上の分布を見てやると遺伝子というのは染色体の腕部に多い。 一方でジップシーと,かコとコピアというような、えっと、転移子のグループに関しては遺伝子が少ない領域に蓄積していると。で他の、えっと、これは DNA 型の転移子と呼ぶんですけどこれは遺伝子と同じ場所にいるということで、まあえっと、転移子ごとにその染色体重分布が違っているということが分かりました。でこの特徴はどの種にも共通でありました。で ただ面白いことにこれまでの報告で、えー、とメキシコ型の自治性に関しては、えー、南米型の種に比べてゲノムのサイズが小さかったりですとかあとは転移子の量が少ないということが知られていました。ということで今回読んだゲノムがどうなっているのかを見てやると,、えー、とこれはゲノムに含まれる転移子の割合を示しているんですけど。 確かにメキシコ州は南米型に比べてちょっと天使の量が少ないかなというのが分かるんですけど面白いことにこの B ゲノムに関しては他のメキシコ州に比べて天使の量が多いということが分かりました。ということでこので、えっと、ゲノムを占める天使のうちジプシーというものが一番多いのでこのジプシーに着目してさらに解析を進めてみました。で今回は、えっと、ジプシーの、えっと 型レト,トランンスポーゾンの系統発生を推定することにしましまたでこの解析にはメキシコ州のから、えっと、4種南米州から4種を選んであってそれらのジプシーの配列から、えっと、系統を、えー、作成することでその系統発生を推定しました。でここから分かったのは、えっと、ジプシー型のレトロトランスポーゾンっていうのは、まあ、こういうのはここ枝が短くてバッと広がっているものがあると思うんですけどこういうのは、えっとまあ、系統発生の途中で大規模な まあ爆発的な増幅が起きたことを示しています。えそういうクレードはえっとゲノム四箇所ぐらいありまして、まあそのこの四つのクレードにおいてどの由来のコピーが何個あるかっていうのを調べてあげました。えそうするとこのクレード一についてはえっと、これ南米型の種でのみ、えー、由来のコピーが占めていたことからこのクレードに関しては南米型のゲノム中で増幅した がえー、と雑種形成後は増えてていいいいないとということを示していますでそれに対してこの2番目のクレードに関してはメキシコ州でコピー数が多いのとあとは、えー、とソロインフェラム A ゲノム B ゲノム両方ともで、えー、とコピー数が増えていることから、えー、と B ゲノムで増幅活性を得たものが雑種形成後もその活性を維持したまま、えーと A、もともと B ゲノムにいたものが A ゲノムにも侵略しているということが分かりました。で3 4人に関してはこ えっと、2番目とは逆で、南米型で増えたものが雑種形成後もその活性を維持して B ゲノムに侵略していっているというふうなものが見えました。で、次に遺伝子発現を見てみることにしました。で、今回は A ゲノム、B ゲノムそれぞれの遺伝子発現のそのサブゲノム間でどれだけ発現量に違いがあるかっていうのを見てみました。で、えっと、今回は4つの組織から RNA シーケンスを行って A ゲノム、B ゲノム載っている遺伝子の発現量で。で それぞれ乗っている遺伝子によってさらにクラス分けをしていて全遺伝子それからホメオロガスな関係にある遺伝子最後にそのゲノムにのみ乗っている遺伝子の発現量を見てやっていますで、これから分かることは A ゲノム B ゲノム両方とも発現量が、まあ、両方とも発現しているということとゲノム特異的な遺伝子というのはよりもホメオロガスな関係のある遺伝子の方が発現量が高いということが分かりました 次にこのホメオロガスの遺伝子に関してその発現量が両方とものゲノムから均等に出ているのかあるいは片方のゲノムに発現が偏っているのかを比較してみることにしますでそうすると、えっとまあ、これがゼロであれば両方のゲノムから均等に発現していることを示しているんですが、まあ、80%ぐらいの遺伝子は両方から均等に出ているんですけど、まあ、20%ぐらいの遺伝子についてはどちらかのゲノムに偏った発現パターンを示しているということが分かりました。ということで遺伝子によってはその 発生に応じて使い分けが行われているんじゃないかということを示唆しています。で、さらに、えー、とサブゲノム間での遺伝子発現ネットワークについて理解するために、えーと、全遺伝子を総当たりでその発現パターンの相関係数を算出してみました。で、そうすることで、えー、と遺伝子発現ネットワークが、まあ、可視化されるんですが、えー、とこの相関係数の、えー、と密度分布を見てやると、えっ、ー、と、 実は b ゲノムの方が相関係数が高い。遺伝子の量がわずかながら多いということは分かりました。これはえっ、ー、ともしかするとえっ、ー、と。移設倍数、耐化によるえっ、ー、と前半で申し出たようなヌービコラクロモソームの再構築が起きていて、そのそれの影響がゲサブゲノムごとに異なっているかもしれないことを示唆しています。 ということで、えっと、ここまでは異質倍数体化に関する、まあ、ゲノム解析を行ってきたんですが、えっと、染色体倍化の場合の遺伝子発現ネットワークの変質についてご説明させていただきます。でこれは、えっと、CHO 細胞、まあえっと、の例なんですけど、えっと、CHO 細胞を飼っている時々そのゲノムが倍化したような株が見つかったりするんですがそのゲノムが倍化した株の方が実は抗体酸性量が多いということを 2016年報告していますでその次にその、えー、と倍化した株とのトランスクリプトーム比較を行っていまして、まあ、それの再解析を行っていますでそうするとえっ、ー、とこれも少し、えー、とわずかながらなんですがこの39とのうがゲノムが倍化した系統でこのゲノムが倍化した系統の方が相関係数が高い遺伝子が多いということを見出していますなので、えー、ともしかするとこれは発言4倍体に、まあ、ゲノムが倍化した株の方が、まあ、発言ネットワークが えとより、えーとまあ癌系になってそれが抗体酸性能の改善に貢献した可能性が指されます。ということでこのような染色体のあゲノムの制御機構をずっと研究開発を進めているんですけどもそ,の、えー、とそこから得られた知見、えーとまあ、前半で申したようなその 産業利用可能なゲノムの品質管理というのは実は結構難しくってどうすれば品質管理が良くなるかというのを、まあ、ゲノム解読を通じて、えーとまあえー、そういう知見を得ましてそれ,を基づいそれに基づいて、えーとえー、社会実装への取り組みを、えー、と行っています。で今回は特ににゲノム情報を用いいた、えー、と輸出産業支援について、えーと ご説明させていただきますで今回はニシキイについてお話しさせていただきます。ニシキっイいうのは、えー、と江戸時代、えー、と新潟県でこれは食用の孫ごだったんですけどそれを養殖しているうちに、まあえー、と突然変異,変異種として現れてそれ以来新潟を中心に、えー、と品種改良がずっと行われています。で最近ではすごく、えー、と世界的にも人気が高まっていて高いものでは1匹2億円以上で、まあ、た取引されることもあったりします。でえーと 錦鯉、えー、の輸出額も、えー、とどんどん伸びていまして、まあ、10年前の2倍以上になっていったりします。なので、えー、と水産農林水産省もこれを特定、えー、と輸出重点、えー、科目の一つとして錦鯉を指定していたりします。で我々もこの錦鯉の輸出産業、輸出ビジネスを始めていましてこれはスリランカでえっ、ー、と スリランカに錦鯉のショールームを作ってあってそこからえっと中東とかまあヨーロッパの顧客に向けたまあえっと販売に向けたショールームを作っています。で、えっと、実際に池を作るだけじゃなくて、まあ、買いこれは買い付けの様子ですけどこんな感じで鯉を買いまして。で、えっとまあ 池を作るだけじゃダメでやっぱり育て方もちゃんと勉強しないといけないのでこれは錦、えー、鯉が、まあ普段住んでいる泥池なんですけど、まあ、そこに入って、まあえーとまあ、お手伝いをしたりする中で、まあ、育て方を学んでいます。で、えー、とこれは実際に鯉を発送するところでこ中に鯉が入ってるんですけどでこれ保冷剤とかあとは酸素剤とかを入れて梱包してあってこのあとこ,この鯉は、えー、と成田空港に運ばれてそこから水産下に輸送されています。 ということでこのように錦鯉のビジネスに向けたことを行っているんですけどえっと水産庁もその錦鯉の輸出拡大に向けた取り組みをいろいろしていましてえっとまあ海外に向けたプロモーションとかを行っていると。でこのプロモーションをする先なんですけど錦鯉っていうのはものすごくえっと 富裕層が主に錦、まあえー、鯉をまあ購入していまして、えー、と去年参加した品評会だと,、えーと,まあえー、とある方は200匹ぐらいそコイを出店していたんですけどその1匹の出店料がまあ10万円ぐらいするとでそれを200匹出しているので、まあ、それで2000万円ぐらいかかっていてコイの買い付けに何億円もかかるので、まあ、それくらいのものをバッとやってしまえるようなで方に対してのプロモーション作業であると。でえーと その水産庁も、えー、と血統症を作りたいとは思っているんですがまだ、えー、その運用は全然うまくいってなくって、えー、とそれに対して我々は、えーとまあ、ゲノムまずはゲノム情報を整備してやって我々でゲノムシーケンスをすることで、えー、と一番高、まあ、成最も情報が詰まっているような、まあ、血統症作りをするようなサービスを展開していこうと考えていますでそのための、えー、とゲノム情報基盤に向けて、えー、と解析を進めています でまずその前に錦鯉じゃなくてえっ、ー、と孫いの、ま、ゲノム情報について簡単に説明しますと孫いもえっ、ー、とじゃがいもと同じ先ほど申したじゃがいも野生じゃがいもと同じようなえっ、ー、と遺質倍数体、異質4倍体になっていますでそ,そこからさまざまな系統が作成されていますということでまずはえっ、ー、と血糖所サービスを始める前のえっ、ー、とゲノム情報基盤を整備するためにえっ、ー、と錦鯉のゲノム解読を行いましたで今回はえっ、ー、とえっ、ー、と 2系統については、えー、とショートリードシーケンスを行って1系統に関してはゲノムアセンブルを行っていますで。今回はこの銀輪昭和というものを材料にゲノムアセンブルを行いました。で、えっ、ー、と、シーケンスには、えー、とパックバイオの一番最新機種でレビューを使ってシーケンスを行っています。で、えっ、ー、と、シーケンスとアセンブルを行ってまた廃止を使った、えー、とスキャフォローに行っています。で、その結果、えっ、ー、と、まあこんな感じでゲノムができまして。 でただちょっと面白かったのが錦、えー、鯉っていうのはあっ鯉は50本染色体があるんですけど錦、えっと、鯉はどうやってもか、えっとうまく決まらない場所があってどうやったものかなと思って分岐を見てやると実は錦鯉のゲノムっていうのは、えっと、人で見られるようなロバートソン天座のような、えっと、異数染色体を持っていることが分かりました。 でえっと人ではこれ遺伝性疾患で、えっと、不妊の原因になるんですけどなぜかニシギはゴイはこのような染色体を持ちながら、えっとまあ、全然不妊ではないので、えっと、ちょっとここが生物学的にもちょっと面白いところかなと考えています。で、えっとまあ、ゲノムを決めたので、えっと、遺伝的背景多様性についても調べていて、えっと、孫の集団とかあとはニシキゴイの 2K というの,のその遺伝的背景も調べています。 でこの遺伝的廃棄を調べる中けでちょっと面白かったのがえっ、ー、と錦鯉っていうのはすごくヘテロ接合性が高い領域と,、えー、とホモ接合性の高い領域がこう交互にあられ現れるような特徴を持っていましたでこれはどういうこれは何かというとえっ、ー、とランズオブホモザイゴシと呼ばれている領域でこれはホモ接合となる領域がまあ一定量継続している領域でありますでこういう領域が生まれる原因としてはえっ、ー、と ものすごくボトルネックがかかっていたりとか、あとは近親交配によって生じることが知られています。で、この長さを定量してやると、えっと、野生集団ではこの R O S 長さが短い一方、まあこの集団結構、えっと、高いんですけど、錦、えっと、鯉は両方とも R O S 長さがすごく長いということで、えっと、まあ近親交配が繰り返し行われている。つまり錦、えっと、鯉というのはすごく、えっと、ブリーディング、まあすごく。えっと まあえー、と育種に向けた育種による交配の影響がゲノムからも見て取れるということが分かりました。なので今後ゲノムデータがもっと蓄積すれば、えーとまあ、表現系とつまり形態、まあ、模様の多様性とかそういうことを秘密づけたら解析可能になるんではないかと考えています。で、まあ、こういう遺伝的特徴を持っているのでこれをうまいことできないかということで識式鏡も同じように転移子を同定することにしました。でそこから、えーと えとさらに転移活性のあるような転移子が見つけられないかということでこの先ほど申したランゾンフォーザイコシ ROH の領域をうまく使うことによってでごく最近転移したものを探してくるような解析も行っていますでこれはロングリードシーケンスと,、えー、と先ほどのゲームの特徴をうまく活用してやると,、えー、と新規に飛んだような、えー、と転移子を132グループ見つけることができましたでこれがどういうものかというと,、えーと まあ、よく知られているハットやジプシーといった、えー、とトランスポゾンが確かに、えー、と飛んでいそうだということが分かったのに加えてこれは1 0キロぐらい長さがあるんですけど木の道のすごく長い配列もどうも飛んでいることが飛んでいそうだということが分かったので繊維脂研究にも有用な、まあ、情報が得られたと考えています。で、えー、とこのゲノムデータに関しては、えー、と我々も登録していて。 これ今後はこういうサービスを普及して、えーとまあ、顧客の錦鯉、えー、のデータをシーケンスで登録するとそうすることで、えーとまあ、これは世界中の人たちがアクセスできるので、えー、と読んでもらった人はこの自分たちの声が、えー、とみ,んなみんなにも見える形で登録されているというような,なんか、まあ、ちょっとした地盤もできますしあとはこの声がなくなった後ともこれを墓、まあ、標としてえっ、ー、とえっ、ー、と まいつでも見返せるような状態になると。で、このゲノムシー、このゲノムシー検査の血糖症サービスが普及した暁にはその、まあ、これがどんどん蓄積していくと、まあ、要はこのいろんな認識語彙の柄のゲノム情報が集まってくると、今度はそのえっとゲノム情報とこの形態の多様性をひ紐付けたような解析ができると。そうすると、えっと脊椎動物における発生 まあ遺伝発生学的な改正できて、そうすると,、えー、とそこから得られた知見がまた面白い研究の種になると。でそこから、えー、と研究を発展させて、その研究発展させた先に何かビジネスチャンスがないかということを探すと。ということで、弊社としてはあで、まとめますと、まあ、弊社としてはその基礎研究、まあそのえーとまあ、楽しい基礎研究を行って、そこから得られた知見から、えー、と産業に応用できないか、そういう種を探していると。でそこから,得られ そ、それで、まあ、ビジネスから発展した、まあ、研究の種をまた。えっと、見つけたって、見つけてやって、基礎研究をするというような。えっと、研究とビジネスを、まあ、フィードバックさせるような、えっと。ことをずっと行っています。と発表は以上です。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、えっと、チャットで質問は出てるでしょうか。はい。 えっと三倍体が大型化するのはと不妊になるのでいつまでも成熟せずアユのような年魚も一年で産卵して死んだりしないから発達し続けて大型するっていうふうに考えていいのでしょうかという質問が来ています。えっとまあ一つはそのやっぱりえっ、ー、と二倍体に比べて単純に DNA 量が多いのでそれに応じてえっ、ー、とまあ核の大きさも大きくなりますし、あとはその 単純に転写産物ですとか、まあ、翻訳産物がの量が多いので細胞自体が大きくなると。ということで、えーとまあ、大きくなるんだと思います。ただ、えー、とやはりまだそ,のそこが実際分かってないところで、えー、と作物もそうですけどその倍数体化によっていろんな、えーとまあ、良いケースがあるんですが結局なぜそれが良かったのかというのがよく分かっていないというところなので、まあ、そこが分かれば、えー、と今後は。えーと なんと言いますか。えっ、ー、と。あ、四。その、えっ、ー、と、倍数化における、えっ、ー、と、生命原理を理解することで。まあ、今後、えっ、ー、と、それをうまくハックして、新たな、まあ、産業生物の、まあ、回路につなげていき。まあ、合成生物学につなげていければと考えています。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、次の質問が、転因子はゲノムの大きさ、ゲノ、サイズを。えー、決定する要因であるといった。っ でもいいですか。あ、そうですね。基本的にそれがすごく効いていると思います。はい、ありがとうございます。あと株化したシエチオ細胞が倍化すると医薬品の製造上はまずいんじゃないかなって思うんですが、そんなことはないでしょうか。あ、えっ、ー、とそこはおっしゃる通りで、そのえっ、ー、とそこは今後は課題ではあるんですけど、そのえっ、ー、と細胞株の同一性がどこまで維持されるのかっていうのは、まあ、もちろん着えっ、ー、と管理しないといけないところですので、もうその。 と抗体酸性の高さを評価する一方でゲノムの安定性についても同時に管理していく必要はあるかと思いますはい、はい、えっ、ー、と A ゲノムあるいは B ゲノム特異的な遺伝子についてその機能や発現時期に関して分かる範囲でご教示くださいえと一般的にその、えー、とゲノム特異的なもので多いのは、えーとまあ、病害応答性遺伝子が基本的には多いと思いますであこれは植物の例ですけど えっと、なので、えっと、病害応答ですとかあとはその環境適応に関連した遺伝子が、えっと、多いというのが一般的によく知られています。で多分魚類でも、えっとまあ、その、まあ、環境的それぞれの環境に適応した遺伝子が残っていたりとかあとはその、まあ、免疫系の遺伝子とかは、えっと、もともとその進化が早いですので、まあ、そういうものが、えっと、ゲノムその系統得意、まあ、A ゲノムもしくは B ゲノム得意的な、まあ、遺伝子として、まあ、残っているのかなと考えています。 えっと、異質4倍体ゲノムを持つ生き物については金魚やアフリカツメガエルなどがあると思うんですが哺乳類にはいないんでしょうかレオポンなどの医師間雑誌はどうですか、えっと、哺乳類に関しては異質4媒倍,倍数化は多分ほぼ、うん、発生初期で死んでしまうといないんですけどでレオポンとかも一周交雑ですけど多分2倍体になっていると思います。 でつまり染色体が、えっと、2倍体っていうのはその染色体のセットが2本ずつあってで倍,数体か倍数体っていうのは2本以上のものを指すんですけど哺乳類では多分4倍体は異質4倍体は、えっと、生体その、まあ、個体としてはいないとただし、えっと、細胞組織によっては倍数,体にな倍数化している細胞も実はよくあったりして、えっと、高度に分化した幹細胞とかあの辺ではえっと 特定の細胞では倍数化しているとでその倍数化が、えっと、結構その、えー、組織の機能に重要であると言われている一方で、まあん化に関しても、えっと、言われているのでこの倍数化に関しては、えっと、その哺乳類もしっかり理解していかないといけないというふうに考えています。 などについていかがでしょうか。不妊化させる。そうですね。えっ、ー、とやっぱり倍数体の方が2倍体では起きないレベルのまあえっ、ー、と変化が起きることがあるので、まあそこをうまく活用できれば不妊化よりもえっ、ー、とより良いものが作れる可能性があるのかなと考えています。はい、ありがとうございます。あとさっきの質問にあったその。 医薬品製造でこう染色体が倍化するのはどうかっていうところなんですけど、まあ、そもそもその成長細胞で医薬品作るときに必ずシングル性ルクローニングすると思うんですがそれをすると染色体数があのばらつくので、まあ、そもそも安定していないんじゃないかなというふうに言えるかと思いますえっとチャットが今のところここまでです、はいえー、とじゃあこの会場からあるでしょうか えっとじゃあ僕がえっと二さん,んですけれど、はい、えっと成長細胞で倍数化した場合に生産量増えるというのは、はい、単純に遺伝子の増加の効果ではないんですか？あ、多分それもあると思いますがあると思います。はいで。倍数化の前に特定の染色体が増えるあのあの数が増えたものとかそういったものって存在しないんですか？そこも結構ばらつくようするんですけど、まあ、その分かってると時々その 4媒体並みに増えてるものがあったりして、はい、まあその特徴を見てるとその抗体酸性量が増えていたということなんですけどその抗体酸性そのトランスフェクションしてそこから何,何コピー入ったかって結構聞いてると思うんですけど、はい、単純にその入る先が重いっていうのが、まあ、聞いてるかもしれないし、まあ、もちろんその4媒体ならではの特徴もあるかもしれないんですけどそれ今後、えっと、明らかにできればかなりまあかなり うんと新しいその倍数対化の方が優れているのであればそういうアプローチで今後は抗、まあ、酸性株を作るような、まあ、手法があってもいいのかなというふうに考えています。すまあ、だから成長細胞だから個体ではないから4倍程でも安定に存在して生産に使える可能性があるってことですね。それからね一番最後の,あの血糖管理なんだけど合、はい、鯉じゃなくてそういうユヌ、まあ、とかなんかでそういうことが行われているでしょうか あんままりされていないななような気がしますそのゲノムレベルで何かするっていうのは多分なくて、まあ、その親がと親がこれですよみたいな,そのなんかクラシカルな系統書はあると思うんですけど<ー>ゲノムを読んでやるのはあんまりなくって多分あんまりそんなにこうそこまでメリットがないんじゃないかなと思っていてその結局犬とかも高値で売れたとしても多分100万円ぐらいじゃないですか。でゲノムシーケンしようと思ったらまあ、まあ、何十まあ5万10万か,かかっちゃうんですけど錦鯉の場合は1匹の価格がその 何億とかになるので、それにプラス十万ぐらい、ざまあ出す人もいるのかなと。まあ、でも,もう、あの、まあ、馬、馬とかですね。それから、犬でも、まあ、その、いろんな警察犬とか、そこに、肉食しやすいものを作るっていうところの。観点では、やってるような気もするんですけどもね。そうですね。まあ、ただ、まあ、そんな公、おや。 けに、なんで割とこの研究機関的な形でやるかと思うんですけど、その一般顧客までゲノムシーケンスを普及させようと思ったときに、まあなんか一番こう唯一価値がありそうなのが日経語じゃないかなというふうに考えています。わかりました。はい、えっ、ー、とよろしいでしょうかね。そしたらどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。